皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回も卓球チューブクの方よろしくお願いします。本日はちょっと面白い企画でジュニア卓球マガジンさんとのコラボ動画を今回出すことになりました。嬉しいことにこの卓球の技術の動画を出していて、あのジュニア卓球マガジンさんの方でこれからあの私が連載させてもらうことになったんですが、その技術の連載をやるときに一緒にその連載と同時にあのコラボして動画の方も出そうということで、そのコラボの第一弾の動画としてご覧ください。今回は台上ドライブという技、こちらをもう完全にマスターする方法を紹介したいと思います。でなんで、まあ、そんなにあの台上ドライブ難しいっていうイメージを持っている方が多いのかっていうのを、まあ、今回この3つの手順で、まあ、しっかりマスターしやすいやり方をやりたいなと思います。もう徹底的にやり込みます。まず最初に3つの手順に入る前に、台上ドライブをやるためのまず基本の考え方っていうのがありまして、それはこう台上ドライブ、まあ、レシーブでやるときを想定してなんですが、台上ドライブやります。でこの時にまず意識してほしいのは、この空間作りっていうのが台上ドライブでは非常に重要な要素になります。この空間ですね、台上ドライブはやっぱりあのネット前でドライブをゴッとかける技術なので、この空間がないとしっかりドライブをかけられません。この小手先とかこの狭い空間の中で一生懸命こうやってトップスピンをしようとすると、かけようとするとやっぱそんなに強くかからないので、結局相手の下回転や横回転に負けてミスが増えちゃう。で台上ドライブって言っても弱い回転なのでチャンスホールで打たれちゃうっていうことになります。なのでこの小さい台上ドライブのスペースの空間をどれだけ空間を使えるかっていうのが一つのポイントとなります。空間作り、そしてトップスピンがどれだけかけられるかっていうのはもう台上ドライブのもう一番の勝負になります。なのでまあこの空間を作ることで台上ドライブのトップスピンの回転量が決まってるって言ってもいいですね。でこの空間作りからまず入っていきますね。で手順の一つ目です。一つ目はまずラケットの面、この面をバックハンドの面をかぶせてください。もうラケットの面、普通のバックハンドの面、この面だと思います。この台に対して直角ですよね。で台上ドライブはこの面をグッともう寝かせちゃってください。思いっきりもう下の方に向けてあげる、もう寝かせてあげる。ちょっとフォア側のラバーが天井を向くぐらい寝かせちゃいます。もうこの最初の構えがもう台上ドライブ、もうまずこの構えで決まります。このラケットを寝かせることによって、あのこの摩擦度、ラバーとボールの摩擦度を大きく向上させてトップスピンを強くさせることができます。面を起こすとやっぱ押してしまうために回転量が少ないです。寝かせます。寝かせてかけることによってトップスピンがかかります。ラケットをこの寝かせると、あと空間が使えるんです。空間があの通常のこの面を起こした状態の台上ドライブをやるんです。これだと空間が狭いです。なのでちょっとしかかけられません。でこう寝かすとグッと溜めることができます。溜められます。グッとラケットが入ります。奥にこうグググッとお腹の方に引き込まれます。なのでスイング的にはこっちの方がトップスピンが大きくかけられるんですよね。手首が見てるのは分かるんですが、目を寝かすと手首の可動範囲フルに使えてます。なのでギュッとかけることができますね。ギュッとギュッとかかります。で面を寝かさなかった場合はこっから先なので、手首の回転、やっぱ回転量がやっぱ足りないですよね。これだけじゃ、これだけじゃかけるの難しいですよね。これだけだよりかは寝かすとこうなります。擦れますよね、こっちの方が擦れる。でこっち、これだと弾けちゃいます。台上ドライブの強い球は打てません。なのでここ面を寝かせることが手順1では非常に大事なポイントとなります。であとちょっとこの手順1で寝かせてもなかなかうまく寝かせれないっていう方もいます。ブレードがやっぱり癖でこう起きてしまうっていう方も多いんです。なのでラケットのおすすめとしては、親指を立てることによってラケットが寝ます。
親指立てると面をかぶせやすい、面をこう押さえつけることができますので、下に面を向けるサーブが来て、最初の構え親指立てて面を寝かしてっていう状態ですね。これが手順1です。ここまでです。ここまでが手順1です。最初の入り方、そして空間作りが非常に大事なポイントとなります。で、今度は手順2ですね。今この入る姿勢までができたかなと思います。で、ここからは肘ですね。大事なのは肘がどれだけ高くできるかが大事なポイントになります。この入る姿勢で肘が低か低いと、見てください、かけるスペースやっぱ狭いんですよね。空間が作れません。狭いです。こう手首も使えないし、トップスピンもかけられない。なのでこう入るときに肘の位置を上げてあげる。そうしますと一気に手首で返しやすくなるんですよね。こうスペースが広がるんですよね。ドンと肘をまずその高い位置にすることで空間が大きく作ることができ、そこで一気にドンとドンドンドンっていう感じになります。肘が低いとちょんちょん、結局小手先頼りになって、これじゃ下回転を台上ドライブはできないですよね。強い下回転が来たら上げることはできないです。なので肘を上げてゴンゴンっていう感じでやってみてください。ということで、今手順1と2で空間作り、ラケットの面を寝かせる、で親指を立てる、で肘は高い位置に持ってくるっていうところまで来て、もうあと打球する、もうギリギリのところまで来ていると思います。で、ここで手順3つ目ですね。3つ目はこのまま面を寝かせたまま一気に振り抜くっていうことをやってください。この台上ドライブで一番やっぱ難しいところっていうのは、この打球する瞬間どれだけ強気で振り切れるかっていうことが非常に大事なポイントとなります。この時支配の姿勢、空間作りはいいんですが、最後弱気になってヘローンってなってしまうと回転がかけられない、ボーンと当たってネットミスしちゃうっていうことになりますので、面を寝かせて、怖くないです、面を寝かせて一気にゴッと、もうここから早く、ここのスイングの速さがどれだけ速いかで台上ドライブの精度が決まると言っていいですね。もうこれが速ければ入ります。このスイングがヘナってヘナっていう風に中途半端な感じですともうダメですね。だから最後にドンと速くしてあげる。スイングスピードをそうやって速くする方法も今手順1、2の、やり方をやるとより速くなるんですよね。小手先でこれだとやっぱ速くならないです。よりも面を寝かせて親指立てて肘をできるだけ上げて最後にドン、こっちの方がスイングスピードが速いです。やっぱ溜めてる分ドンと速くなります。なのでやっぱこう空間を作ってそこをうまく利用しながら反動を使ってドンってやる感じなんですよね。まあちょっと難しいかもしれませんが、空間を作ってそこで面を寝かせて肘を高くして一気に飛ばしてあげるってやると台上ドライバーできます。面を寝かせたままっていうのがポイントですね。起こすと結局これは回転が強くかからないし回転に負けてしまうっていう角度になりますよ。こう寝かせて思いっきり振ってやる、もうこれ落ちるじゃんって思うんですけど、一気に振り抜けばその手順1の空間作りがうまくいってましたらすごくいい球が出ます。いきなり全部やろうっていうのは無理なんで、手順1、2、3って順番通りやってもらうと代表ドライブの感覚が覚えられるのかなと思います。で、打球点は引きつけた方がいいですね。できるだけ落としてやった方がいいです。落とす分溜めれます。落とすとグッグッグッってどんどん溜めのエネルギーがどんどん溜まってきますので、ドーンと出せますね。台上ドライブはトップスピンをかけるための空間作りっていうのが非常に大事だっていう、どれだけトップスピンがかけられる、手首を使える状態にできるかっていうのが非常に大事なこととなります。ありがとうございました。